はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。キーコちゃんです。ぽいぽいだ。はい、今日はね、見やすいように縦動画でお届けしようと思うんですけど、どうですか？横動画と縦動画比べてどっちが見やすいかな。まあ、この時点じゃ分かんないと思うので、もしよかったらね、動画最後まで見ていただいて、見やすかったよとか、いや、いつもの横動画の方が見やすいなとか、なんかあればね、コメント欄に残してってくださると、いろいろ参考になるので、ありがたいです。よろしくお願いします。さあ、そして本日なんですけども、いやー、本日ですね、ナイチンゲールちゃんが獣神化回したということで、あんまり評判良くないよね。俺もね、思ったんだよ。イラストは、神がかってんなって。イラストめちゃくちゃいいからね、デザインがいいから何とかして使ってあげたいなっていう気持ちが強い人も多いと思うんですけども、現状高難度でぶっ刺さるかって言ったらそんなにぶっ刺さんないのかな。変態ストライカーたちが高難度で使いそうな感じもするけど、ギコちゃんレベルの凡人ストライカーっていうのかな、一般ストライカーの腕だと高難度で使うことは非常に困難だと。高難度は困難度と思うので、今回はね、ナイチンゲール持っているギコちゃんレベルの腕前の人向けの動画でございます。その名もナイチンゲール獣神化会話、追憶の書庫、水豪絶爆絶全部ぶっ壊してる。はい、ということで、どういうことかというと、今追憶の書庫ってみんなやってる？ずっとあるんだけど、あれは、実装されてるものが全て運極までポイントが許す限りは周回できて運極にできるっていう、そういうその便利なところなんですけども、そこにね、豪絶と爆絶っていう種類、難易度で言うと豪絶が一番上ですよ、書庫の中で言うと。時点で爆絶、それ水だったら全部自陣ナイチンゲール艦隊であれば倒せちゃうんじゃないかということで、今回はね、実際にプレイしていきました。動画の一番最初に、身はどんなのついてるのかって紹介させていただいた後、1試合目の豪絶はまるっと1試合、2試合目以降は全てボス戦からの動画でまとめておりますので、ちょっと見やすくなるのかなとは思いますので、もしね、お時間あれば、お時間許されます限り見ていってくださると嬉しいです。ということで、ナイチンゲールちゃんの活躍できる動画まで、3、2、1、
そなたの力量まことに見事に戦地の過去までお相手しましょう。そなたの力量まことに見事、戦地の過去もお相手しましょう。頭を家にさまようがい。帰ろう、全てが行き着く場所へ。していくよ。急がないと大地がどんどん崩壊していくよ。
わっちゃった。君たちの勝利だね。そなたの力量、まことに見事成功したと思う。お相手しましょう。まだまだ限って仕方ねえんだ。もう待ってやろうぜ。はい。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっと長くなっちゃったと思うんですけど。いや、ガチガチガチ勢よりも、ライト勢は、持っていれば、運極にできますよ。ショコのキャラクターを。こんなに強いんだったら。ちょっとそう思ったでしょ。なんかね、まあ、高難度では刺さんないけど、程よい難易度ぐらいまでだったら、ナイチンゲルちゃんいれば、だいたい倒せるというところがね、証明できたかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、ナイチンゲール、重心抱え使って、ショコの周回してみては、いかがでしょうか。
というわけでご視聴いただきましてありがとうございました。またねー。